皆さんこんにちは、ヒロです。今回はフリースタイルフットボールにおけるコンボの基礎、レッグオーバーリバースを解説していきます。コンボの基礎を意識することで連続技への発展につなげていきましょう。早速レッグオーバーリバースを見ていきます。レッグオーバーをしてダイレクトでアウトアラで返します。レッグオーバーリバースができない人はリバースアラウンドザワールドをマスターしましょう。リバースアラウンドザワールドインアウト。レッグオーバーリバースはリバースアラウンドザワールドのレッグオーバーバージョンと捉えてください。またぎ方はできるだけアラの動きから大きく変えないようにしましょう。それでは動きを見ながら解説していきます。まずレッグオーバーをコンパクトにまたぐことが大事です。膝を伸ばさずに素早く折りたたみましょう。そして足を下まで下ろしておくことが大事です。ボールと足先の距離があることで返す余裕ができます。足首を外向きに固定し、中指と薬指あたりでヒットします。ヒットさせてからはアウトアラと同じです。横から見ていきましょう。コンパクトにまたぎ下まで下ろしておいてアウトアラで返す。次は左のレッグオーバーを挟みます。スローで見てみましょう。レッグオーバーでまたいでアウトアラで返して、素早く足を下ろし左のレッグオーバーに入ります。左足のレッグオーバーの精度も必要になってきますし、スイッチのトレーニングも必要です。横から見ていきましょう。次は上からです。できるだけ一定の位置で行うと綺麗に見えます。最後に指導と締めを意識したコンボをしてみましょう。コンボの指導と締めを2回転などの強めの技で、間はレッグオーバーリバースを挟みます。分かりやすく書くと2回転レッグオーバーリバース2回転というような感じです。実際に見ていきましょう。指導と締めをエッグビーターの2回転技で、間にレッグオーバーリバースを挟むことで指導と締めのエッグビーターが引き立ちます。慣れてきたらいろんなバリエーションで使ってみてください。コンボが続けばさらにストイックにボールを蹴ってしまいますが、これもフリースタイルフットボールの楽しさの一つですね。レッグオーバーリバースができればコンボの幅が広がるので、ぜひマスターしましょう。さらにコンボを続けるにはスイッチのトレーニングもおすすめします。今回の動画が良かった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは頑張っていきましょう。バイバイ。